ももこんにちは、太郎です。ワルガスキャンプ第2章をクリアして、今から第3章ですね、深刻レストやっていきたいと思います。いや、なんかマリウスから返事がなかったのちょっと気になるな。無駄にビビりましたわ。行きましょう。このセリフはイデアかな。スタート。パチパチ。いやー、忙しいな。焚き火の見張りもなかなか大変ですわ。お前、もうなんだかんだでも、イデア楽しんでてよかったね。誰かいますか？これ、一人で見張りしてんの？怖い。ちょっと怖いじゃん。よし、いない。何？なんかしようとしてる？いやー、めんどくさー。ほんと、アウトドアって拙者には向いてないですわ。そういうこと？ちょっと愚痴りたくなっちまったみたいな。焚き火も終わったし、モチベーションゼロ。うまく見張り役につけてよかったー。さーてと、それじゃあ拙者は、ゴロゴロさせてもらいましょうかね。バレるかどうか賭けだったけど、サブのスマホの方を先生に渡しておいたのは正解でしたな。おい！サブだった！サブ端末！いやー、しかし、崖もは偉大ですわ。川下り会の配信そのものはリアルタイムで堪能したけど、火起こしの下りがここまで実践的な内容だとは、自分で検証してみると、すごすご起こりますな。いちいちせんな、お前。スマホがあれば、バルガスキャンプなんて楽勝。今のうちに他のアーカイブ動画もチェックしよう。これさ、オルトが見たら悲しむぞ。ガサ、え、誰？怖いじゃん、なんか。風で茂みが揺れただけかな。まったく、無駄にビビりましたわ。ひひ、このディレクターも無茶させますな。コメントでタイムスタンプを残して。ガサガサ。なんかこれさ、運動部の時と同じパターンか、さらわれちゃうんじゃない？この音、さっきより音が近づいてきてるような、めっちゃ怖いやつ。うわぁ。連れ去られた。お疲れ。焚き火の見張りの交代に来たよ。わかった。ありがとう。イデア。やられてしまったか、これ。それもやってみたいし、湖に行ってみようかな。ホルト君も楽しいんだよな。ボードゲーム部は兄さんが焚き火の見張りをしているんだっけ。それなら湖に行く前に顔を出してみようかな。こう気にかけてくれる人がいてよかったね、イデア。なんか前回の時はさ、まああいつらなら大丈夫だろうみたいな感じでさ、最終日までいないことにすら気づかれてないような感じだったからさ。兄さん、調子はどう？あれ？いない。ん？ここに落ちてるのって、兄さんのスマホ？どうして草むらの中に？しかも、化け物動画を開いたままだ。この状態でスマホを放り出してどこかに行くなんて。そんなのおかしい。きっと兄さんの身に何か良くないことが起きたんだ。さすがオルト、イデアのことよくわかってんだ。崖物動画をほったらかしてどっか行くわけないと。もうキャンプどころじゃない。オフにしてた機能を使ってすぐに探しに行かなきゃ。山の中は遮蔽物が多くて視界が悪い。上空から広範囲を捜索しよう。え？大丈夫か？これ使って飛行モードに行こう。お、飛んだ。いや、オルト君やべえな。やっぱハイスペック。近くにはいない。それらしい反応を片っ端から当たるしかなさそうだな。熱感知センサー起動。いや、オルト君なら見つかっるんじゃない？これもしかして。四足歩行生物の熱源を排除。対象、イデアシラウドの装着開始。待ってて、兄さん。必ず僕が見つけ出してあげるから。え、続く。オルト君本気の捜索。ストーリークリア。
マジか。これ前回とはやっぱちょっと違う感じになってくるね。そうなるとまだまだ未熟、いきましょう。なんか見つけ出しそうじゃない、オルトは。夜になってる。キャンプ場1日目夜。いや、みんなクタクタなんじゃない。日没だ。課題はここまでとする。早速1日目の結果を確認するぞ。呼ばれた部活は手に入れたバルガスバッジの個数を答えるように。では映像研究会、3個すべて手に入れたわ。ボードゲーム部、はい、3個です。みんな3個じゃない。軽音部と山を愛する会、3個揃ってます。最後サイエンス部とガーゴイル研究会、俺たちも3個あります。あ、マリウス帰ってきてる。よかった。全部活バッチ揃った。日没ギリギリまで課題に挑戦しているようだわ。お前たちはまだまだ未熟。2日目の課題は明日の朝に発表するが、その難しさは今日の日ではないぞ。しっかりと明日に備えて休息を取るように。と言いたいところだが、何？なんかある。森の妖精たちはいつ何時だろうと焚き火を消そうとキャンプ場へやってくる。朝まで気を抜かないことだな。それでは解散。いやー疲れたね。ちょ、イリアがどうなったかな、気になるな。ボドゲ部みんな心配してんじゃない。記録係ついてこい。あ僕たちは今回もペットをバルガスの小屋の横須賀、またこの遅くから。もちろん今回もお前たちには自分でテントを設営してもらう。場所は前回と同じ、俺様が寝泊まりする小屋の隣だ。もう最悪だ。もう小屋でさ寝させてくれてもよくない、本当。ふげえ、また自分でやんのか、めんどくせえんだぞ。まあ俺もお前たちにだけ苦労させるような真似はしない。え？出たよ。設営してる横で筋トレしながら見守っていてやる。だからいらねえっての、どっか行け。全然いらないわ。お、アズール。サイエンス部の皆さん、イデアさんを見ませんでしたか？そう、イデア行方不明よ。俺は見てないな、ルーク。マルエスどうだ？いや、見てないよ。僕も見ていない。そうですか。サイエンス部は人数が多いので、心当たりのある方がいるかと思ったのですが。何かあったのか？夕方頃から姿が見えないんです。焚き火に対してはやる気を見せていたので、追加の薪を集めに行ったのかと思ったのですが、この時間まで帰ってこないだなんてどう考えてもおかしい。そのあたりを散歩してるのではないか。イリアさんが山の中で散歩、人間が海の中で肺呼吸をするみたいな話ですよ。めちゃくちゃ言うじゃん、アズール。そういえばマリウスも魔法石の課題から姿が見えなかったが、この時間まで何をしていたんだ。僕はずっと坑道内を散策していた。なかなか深くまで掘られていて面白かったぞ。楽しんできた感じの顔してる。やっぱり心配はいらなかったみたいだな。呼びかけに返事がなかったのは単に奥まで行き過ぎて聞こえなかったからなんだね。とにかくマリウスは帰ってきたからいいが、イデアは少し心配だな。どこかで彼を見かけたら私たちから戻るように言っておこうか。ぜひともお願いします。イデアさんが戻ってきたら今までいなかった分しっかり働いてもらわないといけませんからね。アズールがもうおこだよ。
1日目の課題も終わったことだし、今決めるべきことは、なんだろうな。夜何をするかみたいな。キャンプファイヤーで何を歌うかだな。さすが軽音部。てか、リディアさ、夜だからさ、もう元気になっちゃってやばいんじゃない？イエーイ！じゃ。こいつら最高か。火の番じゃなくて？ま、うちは人数も少ないし、歌った後で決めてもそんなに時間かかんねえか。頼りになるジェイド君もいることだし、楽しくいっちゃおう。そうだ、お昼に釣った魚の残りも焼いて食べないか。ジェイドのおかげでたくさん釣れたし。おお、盛り上がりそうだな。みんなで火を囲んで、ここだけの話をしながら食べようではないか。ここだけの話をしたい、なんかそういう学校行事憧れてるリディアみたいな。本当に遊び感覚ね。あんたもこの3人といると調子が狂うんじゃない？そうでもありませんよ。今まで山に行くときは僕一人で穏やかに過ごしていましたから。一人で行ってるのさ、見たくない。マジでどんな感じなんだろう。まあいいけど、私たちはちゃんと日の晩のローテーションを組むわよ。睡眠不足は肌荒れの原因になる。全員がきちんと眠れるようにしなきゃ。では僕は軽音部の皆さんと共に歌を決める会議に参加いたしましょう。歌を決める会議いいね。せっかくの大勢でのキャンプ、楽しく過ごさなければいけませんからね。楽しそう。いいね。もう軽音部やっぱこうじゃないとね、続く。てかオルトもさ、帰ってこないみたいな感じになるんじゃないこの後。ストーリークリア。林道？いい朝だね。行きましょう。場所が変わったね。お、2日目の朝になってる。うん、いい場所だ。茨の谷ほどではないが、星がよく見える。早朝ってさ、夜明け前が一番暗いんだよね。だからやっぱ星がよく見えるんじゃない？そこにいるものもそうは思わないか？なんだアマレウス。え？姿を見せろ。何者だ？なんかいる。お！なんだこいつ、めっちゃ怖いじゃん。なんだ？なるほど。これは興味深いな。何？マリウスは分かったの？ちょっとよく見せてくれって感じだな。キャンプ場。カン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 。何の音だ？お、上着がないよ、トレイさん。差分来た。おはよう、トレイ君。いい朝だね。いい朝って、まだ日も昇ってないぞ。今の音は、ルークが立てたのか？いや、私は早くに目が覚めたから、火の揺らめきを眺めていただけだよ。もうルーク穏やか。音の主は彼だね。ほら、誰？ん？ゴースト。課題の説明を始めるよ。もう早朝だこれ。何の音かと思ったら、ゴーストがフライパンを叩いていたのか。おはよう。全員揃ったようだな。なんかもうまださ、まだみんな寝てないんじゃない？軽音部とかさっき寝たみたいな感じになってる気がする。おはようございます。ジェイド。もう準備万端みたいな。眠い。徹夜で遊ばないで、ちゃんと寝ればよかった。やっぱり。やっぱ軽音部そうなったか。ふふふ、二人ともだいぶグロッキーじゃな。ジェイドは平気そうだが、もう二日目のさ、軽音部全然ポンコツで役に立たんかもな。ええ。僕は隙を見て仮眠を取りましたから。では早速、二日目の課題を発表するぞ。一日目同様、課題は三つだ。まずは、銃。キャンプ中に安全な生活を送るため、魔法薬を作るんだ。擦り傷の治りを早める魔法薬を作るには、
近隣の森に自生する楽しみの花を探し出せ。あ、これセベクがさ一生懸命探したやつだ。うん、ジュード詳しい。市場での流通量も少ない希少な植物だったと思いますが、昨日の課題とは難易度が比べ物になりませんね。時間配分も考えなければ大変そう。次は食料の確保と同時に、それらの生きる環境にもしっかりと目を向けるべきだ。湖畔で魚たちを食い荒らす大ナマズを捕獲しろ。あの湖に生息しているのか。大ナマズなんて人づてに話を聞いたことしかないぞ。実際いるんかって感じだよな。最後は書く。昨日よりも応用的な魔法石に関する知識が必要だ。再び行動へと入り、魔法石を一つ採掘しろ。ただし、でかいやつをだ。だいたい最低2センチ角、重さは7グラム相当だな。小さな魔法石でも苦労したのに、倍以上のものを採掘しないといけないの。行動のより深部へ向かえということでしょうか。入念な準備が必要になりそうですね。期限は今日も日没までだ。バルガスキャンプ2日目の課題開始。今回は早朝から動けるから、まあ時間はあるけど、頑張んないとって感じだね。今日はどの課題からやろうか。みんなの動きが気になるね。楽しそうなのは大ナマズの課題だね。さすがお前ハンターだな、ルーク。大きな個体は体長5メートル。5メートルってやばくない？車みたいな感じのデカさになっちゃうよ。一体どれほどの迫力なのか、ぜひ見てみたいよ。これは楽しそうな方に行くっていうのいいね。興味があるなら俺たちは湖へ行こう。お、マリウスいない？私が起きた時にはすでにいなかったよ。昨日のように散策しているのかもしれないね。そんな早朝から、まあ、どこかで会った時にでも課題の内容を教えればいいか。なんかマリウス自由にしてくれるところと一緒でよかったね。できるだけ早く終わらせて他の課題も手伝わないと。ねみーん。俺様たちは課題をやらなくていいとはいえ、こんな朝早くから動きたくねえんだぞ。早く行こう。みんなも頑張ってるよ。お前、よくそんなにやる気が出るな。まあいいや。目を覚ますついでに、あいつらの苦労する様子でも見てやるか。行こうね、グリム。続く。いや、なんかまたちょっと怪しげな人影が見えて一瞬だったね。でも、マリウスは何かに気づいたみたいですが。おっと？最新までクリア済み来ましたね。追加がまだということなので、また追加されたら続きやっていきたいと思います。みんながね、前回の運動部の時もさ、みんなが襲われてったけど、今回も同じような展開になるのかっていうのがちょっとね、気になるところですね。なんかマリウスはさ、気づいてしまったから、なんかところどころ前回と違うんだよな。ボルト君も魔法解放しちゃったしさ、魔法っていうか何、能力セーブ終わったし、イデアは探してるしさ、見つかるのかな。なんかその辺気になりますね。ではまた追加されたらやっていきたいと思います。で、今回はこれで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。